それでは今日も練習頑張りましょう。まずは B フラットと A フラットを弾く練習からいきます。1、2、3、4。はい、休憩です。今度は B フラットと A を弾いていきますね。さっきと同じ四分音符から1、2、3、4。はい、頑張りましたね。次で最後です。次は B フラット A フラット B フラット A と交互に弾いていきます。頑張りましょう。1、2、3、4。最後16分音符です。はい、最後なのでもう一周いきましょう。頑張って。あと2小節です。あと1小節。はい、以上です。お疲れ様でした。はい、いつもご視聴ありがとうございます。小指って日常生活でほとんど使用しない指ですので、小指を使う動作そのものに私たちは慣れていないんですね。なので楽器を弾く前に意識的にこうやって小指を動かしてあげると練習前のいい準備運動にもなりますし、小指を使うためのですね、筋肉も少しずつできてきます。最初はしんどいかもしれないんですけど、やっていると徐々に慣れてきますので、ぜひ日々の練習に取り入れてみてください。ただ痛くなったらあまり無理はしないようにしてくださいね。またより短期間でベースの上達を目指されたい方には、全国対応のベースのオンラインレッスンも行っておりますので、こちらもお気軽にご利用いただければと思います。それでは本日もご覧いただいてありがとうございました。バイバイ。